あれです。久しぶりの投稿となってしまっておりまして、ちょっと間が空いてしまったんですけども、まあなぜかというと、まあ忙しくてっていうのはまあ言い訳にしか過ぎないんですけど、まあ正直ネタがないかったんですよね。なんか何話そうかなっていうところで、ずっとまあ話すことねえなみたいな。で、僕結構ね、波があって、話したいことがあるときはめっちゃ話したいことあるんだけど、別になんか動画にして話したいことないなってときはもう本当何もないみたいな、そういう波があるんで、最近はちょうどその波がですね、こう下の方にいたというだけの話です。で、まあ本当は話したいことあるんですよね、いろいろ。ただ、なんかそれも僕としてはある程度こう形になってから、結果としての結果報告としてのお話をしたいなと思ってて、今話したいこともまああるっちゃあるっすけど、まだ何も今これをやってますってだけで、そのやった結果こうなったっていう、なんかこう結果とか、成果が出せたらそれを話したいんですけど、それが今ねまだ出てない状況なんで、年内には絶対話したいかなと。年内には1個ですね、成果作って、それをこう、それに関するストーリーというか物語をね、まあ、話せるといいなと、話せるようにしたいなと思ってますけど。で、まあまあ今、やってることとかを話してもいいんだけど、結果出る前にね。なんか俺はそれがあんま好きじゃないんですよ、そういうのが。なんか結果じゃなくてプロセスを自慢するやつってよくいるしじゃないですか。よくいるんですよ。どういうことか、まあ具体的に例えばなんですけどもね、学生時代とかに、テストがあって、テスト勉強したことをめっちゃ自慢してくるやつとかいたじゃないですか。テスト勉強昨日、めっちゃ昨日テスト勉強した。10時間テスト勉強したみたいな。そういうやついるじゃないですか。そういうやつに対して僕はいつも思うのは、まあ別にテスト勉強したことは大いに結構なんですけど、じゃあその結果ね、テスト勉強10時間したという結果、テストで何点取れたかが大事じゃないですか。ね。そのなんかテスト勉強したっていうプロセスの努力をこう自慢するのはなんかダセーかなって思うんですよね。だったら、別にプロセスじゃなくてね、その結果、勉強した結果、このテストで100点取れましたっていうような語り方、100点取れました、なぜなら勉強10時間やったからですというような風に、結果ありきで、そういうプロセスをこう自慢するのは僕は全然構わないと思うんですけど、結果がないね、ただプロセスを自慢してくるやつって、その努力自慢、努力アピールであって、結果伴ってねえのに何言ってんだって話じゃないですか。なんかそういうのはダサいなと思って、まあでもそれはまあ今の話は学生時代の話ですけど、社会人になってもよくいるっしょ。まあ僕もいますよ。よくよく見ます。なんか、やたらアピールするやつね、よくいるじゃないですか、インスタのねストーリーとかで。今日も会議が何時間あってとか、プロジェクトが何時間、残業何時間疲れたとか、なんかもう、何をアピールしたいんだよっていう、仕事してますアピールなのか知らんけど、ビジネスマンアピールなのか、キャリアウーマンアピールなのか、わかんないですけどもね、そういうやついるっしょ。まあ、笑っちゃうんだけど、その結果、どういう成果があったかを言えよと。成果出してんだったらね、なんか成果出してねえのに、残業いっぱい頑張っただけを言って、よく頑張ってるねって言ってほしいのか知らんけど、そんなダサいじゃないですかね。で、大体そういうプロセス自慢ばっかしてるやつって成果出せない、出してるやつってあんま見たことなくて、本当に成果出してる人って、まあ努力は人の陰でして、成果はちゃんと出すっていう人がまあ僕は多いんじゃないかなと。
成果出して、なんでそんな成果出してなって言われた時初めてね、あ、勉強10時間やってたから100点取れたんだよって言うみたいな、あ、俺今日100、あ、俺もう10時間勉強したわとか言ってるやつで100点取れてるやつってあんまりいないような気して、うん、結果としてプロセスを語るんだったらいいんだけど、プロセスありきのね、プロセスアピールみたいな、プロセスアピールやろうみたいなやつって大概成果なんかあんま残してない。そのプロセスで頑張ってる、努力してる自分に酔ってるだけで、結局ね、まあ人にこう頑張ってんだなって思われたいだけですよね。そういうやつはね、まあほっとくっていうか、まあ別にいいんですけど、そういう人でも僕はそういう人にはなりたくないなって思ってるだけなんで、うん、まあ今までの動画がねそういう風に撮られられてたらすみません。でも僕は全くそういうつもりはないです。プロセスを自慢するつもりは全くない。これだけ努力してますとか、あ、何時間残業してますとか、なんかそういうことをあんまりね、自慢するのはあれかな。ちゃんと成果出してから、実はその時あれくらい頑張ってたんですよ、だからこれ出せ、こういう成果出せたんですよという形で語りたいなと思っております、かな。なんでね、もうちょっとね、自分のなんていうかな、成果とともに話せるストーリーができるように僕も頑張りますし、もう少しね、時間はかかるかな。そんなとこです。別に今日のお話はただ最近の出来事、出来事でもないけどね、別にテーマもクソもないんでダラダラ喋っただけです。皆さんお久しぶりという、ただそれだけの話です。ではまた。まあ今やってることとかを話してもいいんだけど、結果出る前にね、なんか俺はそれがあんま好きじゃないんですよ、そういうのが。なんか結果じゃなくてプロセスを自慢するやつってよくいるじゃないですか。よくいるんですよ、うん、どういうことか、まあ具体的に例えばなんですけどもね、学生時代とかに、テストがあって、テスト勉強したことをめっちゃ自慢してくるやつとかいたじゃないですか。テスト勉強、昨日、ああめっちゃ昨日テスト勉強した、10時間テスト勉強したみたいな、そういうやついるじゃないですか。そういうやつに対して僕はいつも思うのは、まあ別にテスト勉強したことは大いに結構なんですけど、じゃあその結果ね、テスト勉強10時間したという結果、テストで何点取れたかが大事じゃないですかね。そのなんかテスト勉強したっていうプロセスの努力をこう自慢するのはなんかダセーかなって思うんですよね。だったら、まあ、別にプロセスじゃなくてね、その結果、勉強した結果、あ、このテストで100点取れましたっていうような語り方、100点取れました、なぜなら、あ、勉強を10時間やったからですというような風に結果ありきで、そういうプロセスをこう自慢するのは僕は全然構わないと思うんですけど、結果がないね、ただプロセスを自慢してくるやつって、その努力自慢、努力アピールであって、うん、結果伴ってねえのに何言ってんだって話じゃないですか、うん、なんかそういうのはダサいなと思って。まあでもそれはまあ今の話は学生時代の話ですけど、社会人になってもよくいるっしょ。まあ僕もいますよ、あ、よくよく見ます、なんか、やたらアピールするやつね、よくいるじゃないですか、インスタのねストーリーとかで、今日も会議が何時間あってとか、プロジェクトが何時間、残業何時間、疲れたとか、なんかもう何をアピールしたいんだよっていう、仕事してますアピールなのか知らんけど、ビジネスマンアピールなのか、キャリアウーマンアピールなのか分かんないですけどもね、そういうやついるっしょ。まあ笑っちゃうんだけど、その結果どういう成果があったかを言えよと。成果出してんだったらね、うん、なんか成果出してねえのに、残業いっぱい頑張っただけを言って、あ、よく頑張ってるねって言ってほしいのか知らんけど、そんなダサいじゃないですかね。で、大体そういうプロセス自慢ばっかしてるやつって成果出せない、出してるやつってあんま見たことなくて、うん、本当に成果出してる人ってまあ
努力は人の陰でして成果はちゃんと、別にテスト勉強したことは大いに結構なんですけど、じゃあその結果ね、テスト勉強10時間したという結果、テストで何点取れたかが大事じゃないですかね。そのなんかテスト勉強したっていうプロセスの努力をこう自慢するのはなんかダセーかなって思うんですよね。だったら、まあ、別にプロセスじゃなくてね、その結果、勉強した結果、あ、このテストで100点取れましたっていうような語り方、100点取れました、なぜなら、あ、勉強を10時間やったからですというような風に、結果ありきで、そういうプロセスをこう自慢するのは僕は全然構わないと思うんですけど、結果がないね、ただプロセスを自慢してくるやつって、その努力自慢、努力アピールであって、うん、結果伴ってねえのに何言ってんだって話じゃないですか、うん、なんかそういうのはダサいなと思って。まあでもそれはまあ今の話は学生時代の話ですけど、社会人になってもよくいるっしょ。まあ僕もいますよ。あ、よくよく見ます。なんか、やたらアピールするやつね、よくいるじゃないですか、インスタのねストーリーとかで、あ、今日も会議が何時間あってとか、プロジェクトが何時間、残業何時間、疲れたとか、あ、なんかもう何をアピールしたいんだよっていう、仕事してますアピールなのか知らんけど、ビジネスマンアピールなのか、キャリアウーマンアピールなのか分かんないですけどもね、そういうやついるっしょ。まあ笑っちゃうんだけど、その結果どういう成果があったかを言えよと。成果出してんだったらね、うん、なんか成果出してねえのに、残業いっぱい頑張っただけを言って、あ、よく頑張ってるねって言ってほしいのか知らんけど、そんなダサいじゃないですかね。で、大体そういうプロセス自慢ばっかしてるやつって成果出せない、出してるやつってあんま見たことなくて、うん、本当に成果出してる人って、まあ努力は人の陰でして成果はちゃんと出すっていう人がまあ僕は多いんじゃないかなと。成果出して、なんでそんな成果出してなって言われた時初めてね、あ、勉強10時間やってたから100点取れたんだよっていう、あ、俺今日100、あ、俺もう10時間勉強したわとか言ってるやつで100点取れてるやつってあんまりいないような気して、うん、結果としてプロセスを語るんだったらいいんだけど、プロセスありきのね、プロセスアピールみたいな、プロセスアピールやろうみたいなやつって大概成果なんかあんま残してない。そのプロセスで頑張ってる、努力してる自分に酔ってるだけで、結局ね、まあ人にこう頑張ってんだなって思われたいだけですよね。そういうやつはね、まあほっとくというか、まあ